メロゴニーは単細胞寄生生物の生殖症の一つで、無性生殖により、細胞数を増やす過程。メロゴニーを行う細胞をメロンと、メロゴニーの結果生じる、娘細胞を、メロゾイトという。一般的に、生じたメロゾイトは、再びメロゴニーを行うことができ、初代メロンと、初代メロゾイト、第二代メロンと、第二代メロゾイト、のように呼ぶ。 かつてのホウシムシについて使われた用語であり、現在はアピコンプレックスモン、ミクソゾア、微シムシなどについて使われている。メロゴニーを行う際の具体的な分裂様式としてアピコンプレックスモンではシゾゴニー、内生に分裂、内生多分裂などが存在する。このうちシゾゴニーが最も一般的であることからメロゴニーと呼ぶべきところを シゾゴニーと呼び、従って、メロントに相当するものを、シゾントと呼ぶ場合がある。しかし、メロゴニー以外にガメトゴニーやスポロゴニーでも、分裂様式はシゾゴニーである場合があり、生殖症と分裂様式を混同すべきでない。アピコンプレックスモンの標準的な生活感では、オーシスト、またはその中のスポロゾイトが、宿主体内に入ると、スポロゾイトが、 細胞に侵入し、メロゴニーを行って、個体数を増やす。アイメリア科の場合は、象徴上皮細胞が標的となり、その結果下痢などを引き起こす。マラリア原虫の場合は、まず肝細胞でメロゴニーを行い、続いて、赤血球が標的となり、発熱や貧血を引き起こすことになる。いずれの場合も、メロゴニーの結果として、宿主細胞が破壊されることが直接の原因である。 レビン、ND、ユニフォームターミノロジーフォーザ・プロトゾアン・サブファイラム、エペコンプレクサ。J ・プロトゾル、18、352から355、ドイ、10.1111、J1550 から7408.1971、TB03330、X ・ストライペン。B、エトール、ビルディングザ、パーフェクト・パラサイト、セルディビジョン・イン・エペコンプレクサ。 プロズパソグ 3E78 ドイ10.1371ジャーナルプパト0030078ファーガソン DJP エトールエンザイムズオブタイプ2ファッティアシッドシンセシスアンドエーピックプラストディフェレンシエーションアンドディビジョンイニエーメリアトゥネラ INTJ パラストール七三十三から十一ドイ十点一零一六 J. アイペラ2 0 0 6 1零0 0 3ありがとうございます。